お久しぶりです。お久しぶりです。今日今東京駅だったじゃないですか。今日はどこから来られたんですか。今日はあの福島市の方から。うん、あ、今福島にいらっしゃるんですか。福島市にちょっとだけ仕事探しに行ってまして、群馬であるっていう話がダメになっちゃったもんで。うん、あ、群馬で本当お仕事があるみたいな感じだったんですか。太っちょ OK で人いないから誰でも雇いますよみたいな、ガールズバーでもなければミックスバー的な感じの、うん、ですかね。あ、男女問わず働けるみたいな、はいはいはい、あ、でそれを2人でこう働かしてもらえるように、ある程度いい感じになってたんですけど、うん、こっちも金ないなんか交通費出していくわけじゃないですか、うん、それを相手が理解できないんですよ、うん、そちら 1円の負担もないんですよって、こっちだけは金ないのに負担しないといけなくて、話違いました、じゃあどうしようもないじゃないですかって、だからこうなってもいいように一応社長さんと話したいっていうことを言ったんですけど、社長は無理ですみたいな、わけわかんないメールがちょうど昨日来ましたね。あ、で結局は働けなくなっちゃって、で福島の方に連絡なかったんで、とりあえずどっか行って探さんといけんなと思って行ったら結局なくて、今戻ってきてまた一からですよね。東京でどうしようかなみたいな感じですか。そうです、宗教開くか。宗教開く、いや冗談ですけど、はい。ちょっと前回多分アトムチャンネルでお二人を特集したのが、東部警備さんのところからこういらっしゃらなくなったところで動画がこう終わってしまったんですけど、そうですね、はい、待ってたんだろう。私が二人一緒にじゃないと、もちろんね、やらせていただきたい。じゃあ採用ということで。でもなんかそれ社長がおっしゃってたより全然綺麗ですよね。そう。実は2人がもう辞めたいと、研修を3日やっただけで辞めさせてくださいということだったんで、実際に勤務はしてないわけですか。いや、してないです。だからおそらくもう最初から仕事はやる気がなかったんだと思います。部屋ですね、うん、とにかくほとんどゴミですよ。廃墟ぐらいの汚れ方。そうですね。してません。勝手にね、あの犬を飼ってたみたいで、はあ、でその犬は今私の方で世話してます。50万弱ぐらいですかね。うん、で、あの動画出した後すぐお二人から連絡いただいて、まあお二人にはお二人のもう言い分もあったりとかで、ああ、そうですね、はい、一度社長と話し合いをね、そうですね、させてもらって、はあ、で先日社長の方からも連絡受けて、はいはい、お二人がこう返済を始めましたっていうのも伺っておりますし、す、ね、荷物も取りに行ったんですよね。あ、ちょっとだけ。あ、でもまだ全部はですね。そうっすね。で、あとお二人が飼っていたあのワンちゃんの飼育の方は、まあ、社長にお願いするという形で話は終わったんですけど、はい、東部警備で働いてた時、まあ、ちょっとうまくいかなかったじゃないですか、はい、なんかそこの原因みたいなのってお二人の中ではどうお考えなんですか。なんかランクつけられるのが嫌だったんですよ。こっちが A ランクでうまくて、こっちはなんか C ランクでなんか下手みたいな感じで言われてたんで、それに対してもちょっと腹立っちゃって、うん、そんな初めてだからそんな分かんないじゃないですか、やり方もすぐに覚えれないのに、そういうことを言われちゃって、すぐに何ヶ月から働いてから言うのは分かるんですけど、最初からそういうの言われちゃったら腹立つから、そういうの待って辞めちゃったっていうのもある。山本さんはそうなんですか実際。まあなんかでもあーちゃんって結構いろんな仕事経験されてるじゃないですか、はい、例えば土木とかもね、はい、あーちゃん経験あったりとか、ね、で山本さんって結構夜のお仕事がねずっと長かったから、夜ばっかで、そういう夜しかしたことないのに、そういう人に対してまだ初めてなのに
いうのがおかしいなと思って、まあ、確かにけどだからダメだみたいなことではないですよね。でも社会に出たらそういう、まあ、あなたはこれぐらいの能力、あなたはこれぐらいの能力って言われることはまああるとは思うんですよ。だから別にダメだとかってことじゃないで、もう別にそういうのがなかったら、うん、もう普通に働いてたんですよ。ちゃんと働こうかなっていう気はあったんです。まあ、今でもね、今でも多分働いてたとは、ね、多分働いてたと思いますね。あ、東部警備でですか。そうです。あーちゃんはそこのランク付けで言うと、まあ、A ランクって一応言われたんです。なんか A ランクって言われる。それはあーちゃん的には嬉しいことですよね。嬉しいけど、でもうちだけそんな A ランクとか言われちゃってたら、旦那の方が T ランクって一人だけヘカだって言われてたのはちょっとおかしいなみたいな。ヘカとは直接的には言ってないけど、直接言ってないけど C ランクみたいな言われて、うん、やっぱ山本さんその C ランクって言われたのは結構ショックだったですか。いやなんかあまりなんかもっと言い方があると思うんですよ。新、うん、ランクとかじゃなくてこうした方がいいよみたいな教えてあげればよかったのに。別に教えないってことではなかったですよね、きっと。教える前に多分もう2人多分そこで拒絶反応が出ちゃったって感じですよね。きっと、はい、それがなかったらもう働いてましたね、普通に。なるほどね。それからどういう生活されてるんですか今。それからですか。もういろいろと仕事を探しながら歩き回ってますけど、うん、東京で探してるんですか。いや別に全国どこでも。全国をお仕事探しながら転々とされてるって感じですか。そんな感じですかね。うん、お金結構大変ですよね。いやマジお金なんかないですよ。色仕分けでね、外で寝たり、全然そうですね。ここ最近多いですよ。だって、ちょっと、まあ、もうすぐ11月になろうかって感じですけど、はいはい、あーちゃん、それ上着ないんですか。上着ないんですよ。あの、薄いのが洗えばあります。洗えば、薄いのがあります。 2,3 週間でいきなり2週間ぐらいで寒くなっちゃう。ああ、そうですね、そうですね。結構生活は今大変な感じなんです。大変です。え、ちなみにそのお仕事をこう探すって中で、はい、あーちゃんが山本さん一人で働きに出るのは嫌だみたいなのをおっしゃってましたけど、そこももう引き続きそのまま探してらっしゃるって感じなんですか。そうですね、一緒に、はい、あれなんですよね、前より悪化しちゃってその病気が、うん、結構きつい状況で、まあ、この前もちょっと歌舞伎町に仕事探しには行ったんですけど、はい、ちょっと面接ポストでも受けてこようかなと思ってちょっと待ってて暴れちゃって。あ、歌舞伎町でまたちょっとホストをされようかなっていう。いや別に本当に嫌いでやりたくはないんですけど、まあ手っ取り早い、ああいう人を騙す仕事が手っ取り早いのかなと思って。言い方悪いですけど、ホスト自体がもう嫌なんで。あ、そもそもそっか。そう、ホストとかバーとか自体がもう女の人とか変わるんで、クソ疲れるしね。そう、女の人の接待をするからそれ自体がもう無理なんで。そうなんです。で、前回も風俗経営者のおかまやろうと揉めたもんね。何ですかその話は。どこだっけ、何県だっけ。新潟です。マジで全国をもう転々とされてんすよ、ね。もうそいつはもうでたらめこきやがって。え、風俗の経営者の方と揉めたんすか、うん、それは、なんすか、あーちゃんが風俗で働こうとしてみたいなことですか。そう、はい、いや俺やめた方がいいよってそういうのね、うん、俺のためにすることじゃないからって一応言ったんすけど、どうしても行くっていうか、最初メールのやり取りしてデタラメだよって僕言ったんですよ。どういうやり取りだったんですか。なんかうさんくさいんですよ、まあ、明らかに交通費全部出します、うん、あなた 100% で僕稼げますって。 100% 稼がせるってどういう保証ですかって話ですよ。それができるんだったらどんなブサイクでどんなデブでどんな汚い女の子でも 100% 稼げてるわけじゃないですか。で、会いに行ったんですか実際。で、俺付きで面接行くよって言ったらそれも OK するんですよ。その風俗の面接の場にお二人で行くっていうことを了承してくれたってことですか。そしたらもう全てにおいて嘘800で。え、どういう嘘だったんですかちなみに。なんか最初言ってた給料が全く違う、うん、稼がせれますって言ったのにそれは人によりますよねって。
じゃあ書いちゃいけませんよね、まずそんなところで。メールには 100% 稼がせますって言ってたのに、はいはい、やっぱ稼げる稼げないは個人の差ありますよねっていう話をしてたんですよ。そうです、交通費も出します、交通費は払わない。あ、じゃあ何もかもが違ったわけですね。で、たらめ超我慢してたんですよ。で、こう我慢の限界が来て言ったんですよ。いや、おかしくないですかって言ったら、いきなり怒鳴り出始めて、あの、我慢みたいな、オタクみたいなやつが。で、俺ブチ切れて、もうブチ殺したのかなと思って、こいつ殺してもいいかなと思って、殴りかかりそうにはなってないですけど、もう気持ち的にはもうぶち殺すって感じで。でもこの子いたんで、で、俺に暴言めちゃくちゃ吐いてきて。どんな暴言吐かれた？すごいっすよ。なんか僕を疑ってるのかとかいきなり来たんですよ。こんな感じで疑われたらこっちもそうならだろうとかみたいなわけわかんで、マジで普通にだと思うんですけど、女の子はいいんですよ、女の子は。あなたのその態度が始まって、こんな感じで。だから嘘ついてるから、そこについて話しようと思ったら、そこでキレられちゃったんで、俺の態度がじゃなくて、そもそもお前やってることがおかしいんだろって話なんですよ。そういうことが、まあ、あの飛ぶ警備やめた後、うん、結構あるんですか？嘘つきばっかりです、本当に。ダメですね。絶対話違うんで、夜の業界は。やっぱ夜の業界で可愛い子には優しいんですよ、話も違くないですよ。それが気に食わないですよ、その神経が。差別がね、気に食わなくて。どういう差別ですか？細い子に対しては優しくて、うん、ブスとかデブとかは、まあ、なんか話が違うみたいな。そうです、そうです。細い子だったら1000万、遠行でも風俗でも1000万から余裕で稼げるんですよ。ね、それがブスだったら10万か、ね、やっとな人もいるわけですよ。まあ人によるんでね。だからそれを俺は変えたいんですよ。ですね。だからそもそも警察、国家権力はダメなんでしょうね。ちなみに、あーちゃんが働く風俗を結構探しながら歩いてるって感じなんですか？あ、たまたま、その時は。あ、その時はもうそれやるかって感じだったんですね。今はスナックと、俺はスナックのボーイみたいなね。あ、で、2人で働けるスナックを探してるみたいな。まあまあまあ、で、何個か勤めたりもされたんすか？あの、東部警備を辞めた後。いや、まあ特には。特にはまあ、言える範囲で言うと、まあ自分がもともと古い服とかが好きだったんで、まあそれの仲介とかは多少やりましたけど。仲介？はい。そういうので、結構整形を。ほとんどそれも、っていうから最初は一発目はまあまあ良かったんで、次の話しようかなって進んでる中で、途中でお値段の方もう決まってるのに上げられちゃったんで、もう僕がもうぶち切れちゃって、貴様と一緒音で実践っていう相手、まあ外国の方だったんですけど、っていうのはありましたね。あ、また揉めたというか。そうですね、外国の方はそういうのが多いらしいんですよ。これもある程度分かってた上で、結構やっぱ揉めますよね、やっぱすぐに揉めますね。何なんですかね、これ。揉めないように、だからお互い行き違いがなければ話とかが違くなけたら揉めないですけど、ちょっとでも許せないですよね、僕らは。もうちょっとの食い違いも許せないっていう。ちょっとでも許せない。それに対してね、軽く言った時点で謝罪があったら許せますけど、皆さんそうじゃないんで、ご自身の意見を通されてくるんで、ふざけんじゃねえってなっちゃうんですよね、貴様ほら。食い違わんかったらね、大丈夫なんですけど。些細なことでも結構揉めますよね、なんか山本さん。いや、本当にちょっと違うだけでも俺は許せないですね。あれ、これこうじゃなかったですかみたいなのは言いますよね、でも。言います、軽く。はは。それに対して何の謝りもクソもないんだったら、もうこいつ人間じゃないなと言い出しちゃうんで。なんかお互いに2回できる人やったらどんな仕事だってうまくいくんですよ。お互いにね、ちょっとでも違ったらいいやって、でここは僕が悪いんですいませんって。それができない人が多いんで、てか 99% そういう人だと僕は思ってるんですよ。話が違う時にその謝れない人ってことですか？はい、皆さんプライドがあるので。今までの経験上、だから自分がホストしてた頃はそういうやつらに徹底的に騙されたり裏切られたんで、もう見た一問負けねえぞって考えだったんですよね。
やっぱちょっとそういう経験で敏感になっちゃってる部分がもう許せないですよね。うん、あるんですかね。俺じゃなくてもそうなんですよ。俺の周りの人はそうなってても俺はもうカチッときますし、過ぎたないことが本当に嫌になっちゃったんですよ。でも最近はなるべく我慢するようにはしてるんですけど、やっぱ謝らなかったら言っちゃいますね。多分揉めるのってどちらかというと僕の印象ですけど、山本さんの方が多いのかなって感じがするんですけど。あーちゃんに1個聞きたいんですけど、はい、山本さんが結構揉めることあるじゃないですか、はい、それ嫌だなと感じたことは1回もないんですか？いや、あります。なんで揉めるのこの人って思ったことあるんですか？だから止めるんですよ、いつも。あ、揉める前に殴りかかりそうな、何回もなったことありますよ。東部さんの時はそれは思わなかったんですか？いや、思ったけど、でも本当のことなんで止めなかったですね。できるだけ揉めないでほしいですね。でもやっぱりどんだけ揉めても山本さんの元は離れれないっていうか。そうですね。意味深だね。ちなみにあの猫ちゃんも一緒にですか？まあまあまあ一応元気には。あ、今日はちなみに。あ、今日はそこに置いてますけど。あ、預けてるんですか？はいはいはい。お二人のお荷物も一緒に。はいはいはい。なるほどなるほど。でも猫ちゃん元気にされてるっていうことですか？まあちょっと猫ちゃんのためにもね、でもあれですね、お仕事とかをこう探した方がいいけど、ね、むずいっすよね、なかなか。ハンドラーズのあーちゃんと変なおじさんです。本日は青柳様が僕らの廃墟住宅に来ていただいて、ちらっと嘘ではないことを証明するために映させていただきます。ではね、また皆様とお会いできる日をお待ち申し上げております。ありがとうございます。ありがとうございます。お二人のあの YouTube あるじゃないですか。はいはい。ハンドラーズ、あれはやってるんですか？携帯の方を紛失したっていう、そっからもう見つかってないので、 ID とかも全部忘れちゃったもんで。普通に入れなくなっちゃったんですか？そうですね、忘れちゃって ID とか。え、ちなみにどれくらいいらっしゃったんですか、登録者とか？1500人ですね。はい、まだ1500人のまま止まっておりますかね。でもそれも入れなくなっちゃってね。自分たちの今の携帯でハンダラーズ、ハンダラーズ復活でもう一回作り直します。あ、作り直したんですか？新しく、はい、復活、ハンダラーズ復活で。復活させてどれぐらいなんですか？3日目？まだ3日ぐらいです。3日とかですか？3、4日じゃないですかね。1週間は経ってないです、まだ。登録はゼロですよ。これ言っていいかわかんないですけど、あまりにも自分たちがかわいそうすぎて、僕が違う携帯でポチッと。だから一人です。一人に。それ意味ないじゃないですか。だからそれからはまだチャンネル登録いなくて、はい、いや、なんか思ったのが、今ちょっとお話伺ってて、はい、まあ、今回の東部警備さんもそうだし、なんか誰かと働くのむずいんじゃないかなと思って。だったらもう YouTube めちゃくちゃ伸ばすとかですよね。そういうのをちょっと思ったんですけど、ただその1500人いた方もね、入れなくなっちゃったんですよね、うん、そっちの復活の方でまたゼロからやっていくしかないですよね。ゼロから100万人を目指して。え、じゃあなんか今後 YouTube は頑張っていこうとは思ってるんですか？まあ、一応まあ YouTube なり配信業なり。以前こう髪の毛を全部抜くとかおっしゃってたじゃないですか。はいはいはい。新たにそのチャンネルでやろうと思ってる企画とかあるんですか？ゴキブリ散歩とかしようと思ったりもしますし。何ですかそれ？そのペットショップに動物用の餌のゴキブリがあるじゃないですか、うん、何匹か買って、で太郎とか適当に名前つけて、二人でゴキブリをね、天狗かなんか結んで散歩させてみたり。何ですかマジで。やっぱハンダラーズといったらアンチが非常に多いんですよ。アンチ率 99.99% を誇る。まあこれはもう YouTube 界1だと思ってるんで、ここは自信なんですけど、だから何て言うんですか、そうやってアンチの方と討論会してもいいのかなと思ってまして。ただやってもいいんですけど、無料は厳しいですかね。
無料っていうのはただのアンチなんで、チャンネルの方で山本さんに物申したい人を集めて、 そうですね、その方からお金をもらって夫妻に言いたいことを言ってもらうみたいなことを今後や企画としてやっていこうかなみたいな。いくらぐらい考えてんすかそれ。まあ、その方の経済状況によりますけど、まあ、2000円ぐらいからで1人十分かな。ただ殴りたいってなったら一発で1000円か1万ぐらいは思いますよ。それを YouTube にアップしていくってことなんですか。まあ、そのご本人の許可 OK であれば、ね、アップさせていただいて、まあ、できればアンチを増やしたいっていうのもファンを増やしたいんで、できるだ。ヤオさんたちは揉めたいわけじゃないですもんね。だってそうです、そうです、嫌われたくてやってることじゃないですもんね。ただ俺らとしては紛れない意見っていうか信念があるんで、だからとりあえずそうですね。まあでも今後その新しいチャンネルの方ではそういった企画も考えてるって感じなんですか。そうですね、あとなんていうんですか、あのバーとかそういう飲食店の方でプレミアム出勤みたいな形で呼んでくれる方がいればそれも助かりますね。生活苦しい、山本夫妻一日店長みたいなことですか。そうです、そうです、一日店長、バイトでも何でもいいですけど、まあ絶対的に僕盛り上げることはできますし、お金が発生している以上それでね揉めることは一切ないので、皆さん多分そこを勘違いされてると思うんですけど、お金が全てなんで、お金で人を助けれるんで。最後にお二人の今後の目標と伺ってもよろしいですか。とりあえずね、まともな家に住みたいってことはありますけど、まあ信念は曲げることはできないので、なんというか、まあ、まあどうにか生き延びるどうですかね。まあこいつのためにも、こいつのご飯だけは出したらあれだろう。依然としてあーちゃんは例えば、まあ、生活がどれだけ苦しくなっても山本さんとが一人で働くっていうのは、まあ一人で働くのは嫌だけど、職場が近ければ、うん、別々のとこで働くっていうのは別に、まあ、大丈夫っていうところまで来てんですね、はい、1個しか携帯ないから別にね、連絡先交換ですることもできないし、1個はつかないからね。でもなんか大きな一歩というか、この子のためにもね、別々のところでも働かないと、これだけは大事だもんね。そう、この子が一番大事なんで。はい、はい、待って、ダメ、待って、誰かがいること嫌じゃなければ覚えておいて。アットホームチャンネル。青柳さんからのご提案でクラウドファンディングをしていただくことになりました。それでも恥ずかしながら生きたい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 、皆さんのご支援よろしくお願いいたします。